それでも、正義は必要なのです。そこの男、止まりなさい。うん。アサシン組織幹部、ベノムだな。第一級殺人容疑で逮捕する。見れば一人旅の様子。吠えるのはいいが、後悔するぞ。正義とは数ではない。そして、数とは力ではない。そのことを教えてやろう。君に用はない。どうしても戦いますか。Heaven or Hell? Final! Let's run! 切った切ったグリードヘバー油断しましたね油断しましたね油断しましたねグリードヘバー驚いた切ったベイパースラッシュライドダウンライドダウンいい勝負でした You win! Perfect! うん見事な腕前だどなたですかそこで伸びている男に縁があってな。どなたか知りませんが、彼は犯罪者です。これから当局に引き渡します。正義と秩序の体現者というわけかね。だが、上ばかり向いていると、足元を救われるぞ。私を惑わせるつもりですか？そうはいきませんよ。お初にお目にかかる。いい試合にしましょう。そしてこれが最後だ。Heaven or Hell?ここだ！ はっ！ はっ！ ここだ！ 行かない。バカにしてるのかね？ 消えてますよ！ ここだ！ 消えてますよ！ ここだ！ もう少し踏み込んでバカにしてるのかね？ ここだ！ やらんよ。ここだ！ ここだ！ 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 もらった！ここだ！ここだ！ここだ！しまった！ここだ！もうすぐやらない。ここだ！もらった！ここだ！もう少しライトだ！ライトリング！ここだ！キャリー！まあまあだな。よく頑張りましたね。You win! 頑固な男だ。これを見たまえ。うん？これは、最新の指名手配書ですね。ああ、この増えた名に見覚えがないかね？これは、なぜこの名前が？言っただろう？足元を救われると。待ってください。逃げられたか。水戸安治さんですね。伝えたいことがあります。ん？なんだい？あなたは、今、ジャパニーズとして指名手配されています。見つかっちまったか。だが俺もただでは捕まらないぜ。
待ってください。そういう意味では。手抜きすんなよ。Heaven or Hell! Final! Let's rock! は私の勝利です。意識はありますか？まあ、なんとか。ではまず話を聞いてください。わかった。わかったからその刃物をしまってくれ。これは失礼。ジャパニーズの脱走が違法なのは確かですが、今回の手配は異常です。今まで指名手配がされたこともなかったし、この懸賞額は異常だ。きな臭いってわけだな。私も原因を調べてみます。ですから、しばらくは気をつけて。わかった。そっちもな。ふぅ。悪いことをしたな。今度は慎重に行かないと。バイケンさんですね。ジャパニーズの。てめえも賞金狙いに来たのか。見下げた野郎だ。違います。ちょっと。俺の剣は偽物じゃねえぞ。Heaven or Hell! Final!Let's rock! ここだ！見えてますよ。ここだ！ここだ！見えてますよ。うざいってんだろ。ここだ！ここだ！ここだ！ほら、やろう！ここだ！ここだ。またいつでもお相手します。 You win! ですからジャパニーズに異常な額の懸賞金が。こちとらとうに承知よ。うるさいったらありゃちね。調査してみますので。ま、勝手にやんな。お上の事情なんざ関係ねえからな。ご協力感謝します。予想以上に手間取ったな。次はここか。チップザナフ、あなたには第一級殺人の容疑が。やんのかてめえ。かかっていますが、これは何かの間違いだと。おじけづきやがったな。いいから話を聞きなさい。
それ以上は公僕侮辱罪になりますよ。最初からそう言いゃいいんだよ。行くぜ。ラストの余裕だ。Heaven or Hell, Let's rock! きた。なめんじゃねえ。イライラするぜ。フリーズぜ。ヘバフリーズぜ。ライトバンライトバンレボ。今回は私の勝利です。ですから指名手配システムに何者かの作為が見えているのです。要するにてめえんとこの不始末じゃねえか。それはお詫びします。しかしなぜあなたは。知るかよ。失礼しました。ご協力を感謝します。もしもし、少しお話を。あいやー、あなた他もあるね。はい、放火魔。その制服、あの時確かに見てあるよ。のこのこ出てくるとはいい度胸ある。覚悟するある。神よ、これもあなたの与えたもうた試練ですか。うちの店、男店員足りない。あなた、ボーイやるよろし。なぜ私が。 Heaven or Hell, Final! Let's rock! キッタッヤッグリードステファー。キッタッハリーッテイクスダウンオンディスパーキッタッハッキッタッハリーグリードステファーハッグリードステファーライトバンライトレイン。いい勝負でした。他までなかったあるか。それはすまないことをしたある。いえ、いいんですよ。もうとにかくそういうわけで気をつけてください。ジャパニーズはいいとして、あの二人の共通点はなんだ。まあいい、これが手配書の最後だ。ジェリーフィッシュ団のメイ。うちのお姫様に何か用かな。ええ、ここ数日であなた方への懸賞額が10倍になっています。それで。この裏には何かの陰謀が。ダンのことはダンで処理する。陰謀があってもなくても、あんたとは敵同士だからな。違いありませんね。ならば、腕ずくで聞くまでです。よく言った。
ちょうど注意だ。よく頑張りましたね。あなたほどの男がここまで本気になるのは。その先は言わない方がいいぜ。ではこれは独り言です。ジャパニーズの保護政策は元から反対でしたが、これではっきりしました。保護という題目で誰かがジャパニーズを集めている。いずれよからぬ目的でしょう。警察機構を顎で操る奴らだ。俺たちは外からそいつを潰す。では私は中から追い詰めることにしましょう。そして俺たちはここで会わなかった。早くこのゴタゴタを片付けます。そうすればあなたたちを逮捕できますから。ああ、捕まえられるもんならな。憎むべき輩が身内にいて、敬うべき友が敵であるか。時折聖戦が懐かしくなるな。善悪の狭間を知る前のあの頃が。